これがみんな今期のアニメや。楽しみだな。異世界食堂2。ビジュアルプリズン。86第2クール。おら。再放送。王様ランキング。あ、王様ランキングってアニメになったんだ。王様ランキングって急に、アニメになってんだ、王様ランキングって。へぇー。すっごい知らないアニメしかない。すっごい知らないアニメの量、知らないアニメの量すごいな、俺。鍵など。知ってる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 。ガンダムブレイカーバトローグ。え、ガンダムってこんな感じになって、何これ。ガンダムブレイカーって、え、何何、え、何何これ。え、ガンダムのカードゲーム。え、何何何。ガンプラを戦わせるやつ。ガンプラが戦うんや今って。あ、鬼滅の刃の無限遊郭編でそろそろ始まるんだ。あ、吸血鬼すぐ死ぬだ。子供に遊郭って何聞かれないのか。大人の遊園地って言ったらもうイメいけるやろ。大人の遊園地だよっつって。私ね、今期ロボ多いな。いや、コードギアス再放送してるんだ。へえ。なんだかんだで、ね、気象漫画オタクだから漫画原作のアニメはわかるね。そう、キショキショ漫画オタクやから。極主風道パート2。極主風道がネットフリックスで。コミさんはコミショです。コミさんはコミショですが、アニメか。アニメか。誰がこうやってるの。へぇー。え、最近なんかこういうなんかあのカタカナの名前の声優増えた。ブリードカットセーラーエミって誰だよ。ファイルーザアイみてえな。ファイルーザアイやろ。あ、ほんまや、これもなんかロボットアニメっぽい。え、なんか急にロボットアニメが。週末の終わりきれ、週末の終わりきれってもアニメ化してるんだ。気持ち悪っ。なんかあれだね。やっぱりその、見たいなっていうアニメは全くないね、今のところね。真の仲間じゃないと勇者のパーティーを出されたので、急、緊急でスローライブすることにしました。最近のナローの流行りや。追放されるやつな。暗殺貴族だ。いやー。え、先輩がうさい後輩の話ってアニメ化したんだ。へぇー。すげぇな。ツイッター漫画なのに、ツイッター漫画もアニメ化する時代か。いや、これあるぞ。いや、漫画家もどきの、もどきももうアニメ化するんや。もどじゃん。
いや、これ五大悟大悟アニメ化あるだろう。全然あり得るやろ、五大悟大悟。いや、しかし惹かれんな。しかし惹かれる。これを見ようと思うアニメはないな。あ、これあれだ。ASMR。あ、これはあの話題の ASMR のアニメや。これか。え、斬新な、え、なにこれ、これ何やってるの？え、怖、アイスホッケーやってるやん。え、アイスホッケーのアニメやってる。女がアイスホッケーやってるアニメある。信じられないジャンル。 アイスホッケーやってる。アイドル要素もあるぞ、これ。アイドル要素もあるの、これ。アイスホッケーやって歌うんじゃないっけ？アイスホッケーやって歌うの？勝ったらリンクで歌うぞ。 アイスホッケーで？ウィニングライブがあるってマジ？うまやん。体力がすごい。 アイスホッケーってあの氷上の格闘技と言われてる？ああ、プラチナエンドアニメ化するって言ってたな。プラチナエンドや、プラチナエンド。ちょっとだけ興味、ちょっとあのアイスホッケーのアニメだけ興味出たわ。わ、ブルピリオドアニメ化してる。ひえへへへ。きしょ。ブルーピリオドアニメ化してる割には全く聞かねえな。あ、これネトフリ限定なんだ。出来悪いし。ひどいよ。どんな漫画？あの、なんか、この真ん中の、こいつ真ん中のなんか、ヤンキーみたいなやつが、芸大に合格する漫画。一年で芸大受かる話。そう、一年絵描き始めたズブの素人が一年で芸大受かる話。ブルピリ大好きだからやめてくれんか？ ポップデビック再放送リミックス版、リミックス版。うわあ。もどきやん。あ、声優が変わってるんだ。へえ。あ、だからリミックス版なのか。あ、なるほど、なるほど。声優を変えてるんや。気持ちの悪い。あ、そう、ブルージャイアントアニメ化する。それだけ見たいんだよな。そう。ブルージャイアントのアニメ映画化は絶対見てんだよな。え、舞妓さんちのまかないさんアニメ化してる。え、これ、え、大丈夫？え、これ大丈夫なやつなん？え、これ大丈夫なやつなん？魔王イブロギアに見よ、これ大丈夫なやつなん？ホームアニメなん？これ。あ、マブラブだ。またツイッター、またモノツイッター、また漫画家モドキのやつアニメ化してる。するな、今の昨今はアニメ化するな。すごいな。これもロボットアニメ。へー。
しむちゃん、もどきがつけずにアニメ化して成功してる様はどうですか？成功してんのか？してるよ。え、成功って、その社会現象になるぐらいのことが成功だと思ってるんだけど。心惹かれなかったな。アイスホッケーのやつだけやな。みえるこちゃんは大爆死してます。おい。どうなってんねん。舞妓さんちのまかないさんは、舞妓さんちのまかないさんはちょっといいな。お前の成功のハードル決めつか。飯系も飽和してるけど売れるんか？もうなくなったよ、飯系さすがに。白マントのやつ一話見たけどめちゃくちゃ中身なかったぞ。ツイッター漫画を無理くり引き伸ばして30分にするの無理がある。え、30分アニメなの？しかも。後輩がうざい先輩がうざい後輩の話やろ。あ、白マントのやつ違う、あれが。あれだ、同期のやつか。あ、やっぱそうや。先輩がうざい後輩のやつや。あれ30分もやるの？飽きちゃうよ。内容ゴミだけど動画工房だからめっちゃ動くで30分。いや、なんか内容がゴミって言われたら見る気なくなっちゃうだろ。でもできる。モドやん。ゆるゆりってもうアニメしないんですか？ちょっと原作が。いや、原作が韓国人でバレた。寝とうよ。ファ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 。